とりあえず、何日だ ?8 月の19日か、動画撮っていきたいと思います。まぁ、ちょっとツイッターには書いたんですけど、まぁ、昨日か、体調崩して、朝一発吐いて、で、まぁ、出かけて、まぁ、ちょっとあの、行かなきゃいけない用事あったんで、それだけ済まして、まぁ、ちょっと川崎で帰った時に、そうですね、まぁ、N ゲージ買って、で、まぁ、体調また崩して、まぁ、夜昨日、なんとか寝たら少し体調収まったんで、まぁ、動画撮ってるんですけども、中古の N ゲージツイッターに書いてある通りに購入しましたので、そのご紹介しながら、写石を書きながらっていう、もうくだらない動画ですね。でまずレシートこちら。ちなみにね、これ去年のね、今頃ですね、確か去年の今頃買ったんだよな。どれだっけ、8月決算ですね。まあ去年の一応2週間前かに買ったんですけど、またね、同じように、まあ似たような感じの中古 N ゲージ買ってきましたんでね、まあ紹介って感じになりますと。ちなみにこの時あるんですね、トータルで79両プラスセットも買ってたんで11枚いきましたけど、今回ね、トータルで6万ちょっとっすね。ほんと6万円ちょっと。って感じの金額買ってきましたんで紹介したいと思います。で、すいません、レシートがね、綺麗に分割しちゃったんで、後から出るわ出るわで、もうバカバカ追加で買っちゃったんで、すいません、ね、まず一番少ないのがいきます。こっちがですね、TJ の KQ3 台のモーター車の KQ1 台に鉄コリが1台。で、それ買った後、ケースですね、まあ、ケース3つ買って、鉄コリの、まあ、先頭車、まあ、これ一応ね、3両で1ユニット、これも後からね、出てきたんで買っちゃいました。で、次がこちらですね。KQ が、まあ、1、2、3、4台の1、2、3、4台。一応これ4たす4ですね、扱いで。で、1両ライトバツなんで、これ後で確認します。一応ね、その時もめんどくさかったんで、ケース上の中身だけ確認して、動作確認しませんでした。で、一応ね、まあ、紙、買いすぎちゃって、ポポンのいつも使ってる、昔からよくもらってるロゴ入りの紙袋じゃ足りなかったんで、ちょっとでっかい紙袋買ってね。ケースがまた1、2、3、4、5、6、7、8、9台。で、面白いことに、イズムワークスのライトユニットがね、動作未確認だったんですけど、ちょっと中身見せてもらったら、きちんとパーツ入ってたんで買ってきました。で、先頭車があって、T 車、先頭車、M 車、で、また KQ ですね、ここ1台。で、鉄コレ先頭車、T 車、KQ、トレーラー車、鉄コレ T 車、鉄コレ先頭車、2階だって、鉄コレ T 車、先頭車の KQ、モーター車 KQ。で、先頭車が1両ライト OK、ライトバス、動力 OK の先頭車、で、ライト OK のね、トータルで32点の、足すことにくすが、32点の8点、40点の46点、合計でそうですね、51点ですね、買ってきましたんで、ご紹介したいかなと思いますが、その先にこれちょっとガチャピンさせてくださいね。すいませんね。ガチャピンって一般の人わかるかな？本当一般的なガチャピンってスーパーとかコンビニにあるような、なんつうの？ポリティッシュって袋をテープで留めるやつあるガチャピンでいいんですけど、俺の場合のホチキスもガチャピンで癖でいっちゃうんで。よいしょ。あれ？もしかして芯がないパターン？そう。芯なかった。ちょっとお待ちください。ちょっと会心が見つからなかったので、超巨大なホチキス、ちょっと持ってきました。昔から結構使ってるんですけど、これね、でかくてね、硬いんで、あんまり俺好き好んで使わなかったんですけど、ちょっと今回もホチキスがないってことで、これね、すげえ針もでかいんですよ。よいしょ、こんな感じ。普通のホチキスがこっちなんですけど、ほら、全然太さもね、長さも違うんですよ。これ、指差しちゃうね、俺すっげえ効いてたんですよ。というわけでね、今回はじゃあまずケースから紹介しますね。これ、一部俺の、手持ちのケースも使ってるんで、そこだけはちょっと気をつけながらね、行きたいかなと思います。じゃあすみません、分かりやすいようにちょっとまた、赤ペンで引きながら行きましょうかね。すみませんね。あれ、キューバで使った赤ペンがねえぞ。あれ、おかしいな、つい最近。ではまずか、キャスコのケースね。今回、キャスコのケースなんですけど、中型でも大型でも、基本的に全部一律の値段だったんで、まずここですね、キャスコが、4個ですね。まずこちら、16両入る超ドデカケースですね。この8両8両縦に入るやつ。縦か。で、これがまず1個。で、こちらですね。普通の10メートル級、ごめんなさい、重量用、20メートルとかの重量用が1個。あと、キャスコはこれか。よいしょ。で、こちらですね。一応これも、10メートル級とか、ごめんなさい、20メートル級とかの、ケースですね。一応こちらが合計2つ、買ってました。で、こちらですね。これちょっとちっちゃいんですけど、20メートル級が8両とかマックスに入る、超小型のやつですね。一応こちら、合計でキャスコが4つとなっております。というわけで、じゃあキャスコにします。で、続いて、じゃあマイクレース行きましょうか。一応マイクレースが少なくて、まず2つの、マイクレースの関係者確か3つぐらい買ったんだよ、俺。そうですね、4つですね、全部で。じゃあまず、じゃあそのマイクレース込んでいきましょうか。一応ね、もう一部の車両に関してはもう、バラ売りの今回車両しか買ってないんで、もう袋から外して、全部こいつらのケースの中に一部ぶち込んでるやつもあるんで、正直ね、どの車両にどれ詰めたかって、俺も正直分かってないんで、一部分しか。よいしょ。よいしょ。じゃあ今回中古で買ったケース、まず1個目がこちらですね。KCN 3500型の、俺が持ってるやつは9ロットなんですよ。こっち。ちょうどね、俺が持ってる、形成がここにあるんですけど、
その後に、新馬時代のやつがね、ここ1、2年かな、確かね、浅草線のミニスカとほぼ同時期に確か製品発表されたと思うんですけど、こちらのケースがなんと売ってましたんで、買ってきました。で、一応中はね、説明書とステッカーついてて、まあ、それで、ね、200円だったら、お買い得かなって感じですね。よいしょ。ケースだけはね、こっち中身入ってないやつがあるんで、ですね。一応こちらですね。4+4 です。で、このポップってあれなんですか、これ、デカ版の共通で、もうちょっとこの余白ちょっと寂しいですね。もうちょっとこれ画像拡大してもね、よかったと思うんですけど。まあ、俺結構、形成の3500円方好きなんでね、まあ、4足4の、やっぱり8両編成とか、まあ、2+2の、まあ、2足4か正しければ、まあ、その6両編成とか、結構、その、形成の3500ってね、まあ、8両の運用組めたり、4両の運用組めたり、6両組めたりと、結構、今は本当に現役の、なんていうの、鉄道車両の中では、結構その、運用、まあ、連結さえ切り離せば、まあ、柔軟に組み替えれるというのは、もう唯一、形成の3500方が、そうですね、関東では唯一。で、もしかしたら西の方行くとね、名鉄とかは、もしかしたらできるかもしれないですけど、あんまり名鉄の車両詳しくないんで、ごめんなさい。唯一名鉄で持ってるのが本当ミュースカイのエヴァンゲリオンだけなんで、あれなんですよね、なんもないんですよ。で、次のマイクロがこちらですね。これ中身入ってるんで、省略しては省きますが、一応こちらですね、A-980、形成3500全型当時の6000ですね。一応これ2ヶ月くらい前かな、確か今年の4月か、5月頃か、ごめんなさい、3ヶ月前か、に、発売された、いや、違うな。ちょっと待って、9980は違うぞ、これ。あれ？ごめんなさい、9980、ずいぶん前に発売されたやつですね。で、ごめんなさい、今回発売は9989なんで、初期のやつか。デビュー当時の初期の、形成3600ですね。まあ、こちらのケース売ってましたんで、買ってきました。で、こっちに関しては、コーナーポップは入ってるけど、説明書とステッカーが、ないやつだったと思います。ちょっと待ってください。中身入っちゃってるんで、一応コーナーポップだけはね、ちょっとギリギリなんですけど、入ってる、状況でございます。だからこれね、一応、美味しくいただこうかなと思っております。で、残ったマイクロですね、まずこちら。こちらですね。製品番号 A-1220、2代目アクセス特許の専用車ってことで。これも候補2ヶ月ぐらいか、ここ2ヶ月発売された形成3500型ですね。まあ、これステッカーエラーで、確か、運行番号かな、運行番号の、LED 表記が確か白色じゃなきゃいけないのが、なんか電球色っぽい色に変わっててね、まあ、メーカーからステッカーあの配布しますよって、まあ、お立ちが出てる、形成3500型ですね。まあ、俺が持ってるテツコレの形成3150型、あいつ入れようと思ってね、ずっと探してたら運用形成ってたんですよ。まあ、一応説明書とステッカーないんで、まあ、ドンマイなんですけど。一応こんな感じですね。一応プチプチが、なんか変にね、あの業務用ラップっぽいね、なんかちょっと薄毛のプチプチに変えられてるんで、これちょっとうち今、プチプチのロールありますんで、気が向いたらね、修理したいかなと思います。で、これ捨てちゃいましょうかね、このプチプチは。あとで、ブワーってやりたいと思います。で、一応これ、ほんと、鉄これなんですよ。見てもらったらあるんですけど。これですね。車輪がまだプラスチック車輪だわ。ほら、なんとこのスカイアクセス線の、あのヘッドマーク入ってるやつなんで、まあ、ほんとはこれね、運行番号 09K に変えたかったんですけど、確か当時運行番号のステッカー入ってなかったんで、まともに。そうですね、マイクレースのやつ買おうかなと思ったんですけど、結局買いそびれちゃって、まあ、ステッカーは本当はまあ嘘ついてもらえばいいんですけど、あんまりそれもしたくないんで、まあ、今回ステッカーは手配できてないんで、これだけ。そうですね、気が向いたらなんかまあ別のステッカーに変えるか、もしくはもう行き先変更して、まあ、エアポート買いとくとか。確かこいつってアクセス特許の運用がメインなので、まあ、基本的にはエアポート買いとく、もしくは日中の買いとく羽田空港機とかが、まあ、メインなのでね。そうですね、まあ、わざわざ栗浜行きにしちゃったのはちょっと俺のミスなんですけど、まあ、これちょっと後で考えたいと思います。よいしょ。一応これが3つ目ですね。最後4つ目ですね。ちょっとこれ日焼けしてるんですけど、京急のだるまっすね。6両貫通編成、京急800ということで、まあ、このケースだけはなぜかうち4個目ということでね。確かどっかにもう1個あるんだよな。あ、これっすね。あ、これ違う、ブルースカイだ。多分あ、ちょっと4個目空ケースなんだ。一応現物のセット2個持ってて、これケース買ったんで、で、こっちが一応中身入っちゃってるんで、紹介できないんですけど、ウレタンがどこかのメーカーの重量用に変えられてて、で、説明書コーナーポップなしで、まあ、200円だったね。やっぱりだるま好きなんでね、俺一番ね、その施設の中で好きな形式って、まあたまに前後するんですけど、一番好きなのが伊豆急の100系で、その次は京急の800なんですよ。で、東急の8500とか、まあ、都営の5300とか、まあ、全然この辺の4車種がその時の気分で、まあ、変わるんですけど、まあ、一応ね、京急のだるま、ウレタンが変わってたんで、ね、買ってきました。まあ、200円だったんでね、全然安いかなと思います。はい、では一応、じゃあマイクロレースの、ケース、処理しましょうかね。ケースがマイクロ。で、こっちもマイクロ。あと残ったケースは、小が何個かぐらいか。ケースがマイクロ。同じくマイクロ。じゃあ残ったショーケースですね。一応残ったショーケースが、この時点で、見にくいんですけど、1個、2個、3個。で、一応一番前のページで、ごめんなさい、2枚目ですね。で、4個ありますんで、一応ケースの4個って多分これですね。一応こちらももう中身ぶち込んだりしてるんですけど、一応こちらですね。まずこちら、製品番号 A-4105、京急の一線型ですね。アルミ車。
これ1社の増結4両編成なんですけど、あの一応ステッカー、あのステッカー、中身見たら、あ、そうか、これ N ゲージ入れてないから大丈夫。一応ね、これ確認したら、中身はね、あとステッカーとウレタン、しかもインレタまで入ってるんですよ、こういうふうに、スリットナンバーも。まあね、一応これ、美味しくいただこうかなと思って、まあ、これで400円だったら安いかなと。しかも、あのベンチレーターとかの残ランナーもあるんですよ。なんか残ランナーっていうか、あの進化量の在来ナーみたいな面白いね、言い方的に。まあ一応ね、こちら、パーツも余ってて、まあ400円だったら、まあやっぱりお買い得かなと思って。まあしかも今、京急のインレタとかも、なんだっけ、基本的に今、大手の、あ、ごめんなさい、大手っていうか、マイクレスか、マイクレスと、GM から出てる京急って、基本的にもうスリットナンバー込みの、車両しかもう出てないので、基本的にもうスリットナンバーってあんまり手配できないんですよ。5年ぐらい前だったら、まあ一応まだあったんですけど、最近だとね、そうですね、やっぱりスリットナンバーついてない軽急車って、確か発売されてないはずなんで、そういう意味で言うとね、まあデビュー当時の京急600とかが出たら、あ、ドローバカじゃなくて。まああったら、まあ手配しやすいんですけど、GM とかのが。ただマイクロのね、京急600の、なんだっけな、パントカバーが黒ってやつをね、俺正直見たことないんですよ。多分製品化されてないと思うんですけど。だから京急600型とかのやつって、そもそもスリットナンバーが入ってないやつっていうのは、もうマイクロレースが過去に発売した4両編成とかしかなくて、結構ね、スリットナンバー貴重だったんで、今回アルミ車買ってきました。で、次のケースがこちらですね。俺が持ってる京葉線って、あの、増結セットのケースがね、流用されてるんですよ、確か。確かね、新しいロットかなんかの、4両編成のケース使われてるんで、地形ってどこだっけ？地形を、地形を、地形を、地形を。あ、ここか。ここ見るとわかるんですけど、どっかに書いてあるんだよな。あ、これですね。この E233 の京葉線ですけど、これ863のケース使われてなくて、あの、確か新しい、貫通編成の方の増結のケース使ってるんで、これずっと買い替えたいなと思って、ケースが400円でね、一応説明書は、ついてて、売ってましたね、買ってきました。よいしょ。しかもね、ちゃんと付属品もね、上に残ってるんですよ。確か前面の行き先交換パーツかな。一応これ。こんな感じで、円管と、信号円管等と、前面の行き先交換パーツ。ちゃんときちんと残ってましたんで、まあ、これで400円だったらね、お安いかなと。まあ、この足パーツ買っても結構な値段しますんで。どこだっけな。あ、そうですね。一応これ、行き先セットの、基本増結。まあ、セット対応分で600円なので、まあまあいい値段するんですよね。だね、そう考えるとね、まあ、お買い得かなと思って買ってきました。で一応これはね、今度京王線、確認するときに、交換したいかなと思います。ただ現状この京王線がね、どこに行ったか覚えてねえんだよな。結構ね、うちの N ゲージ、乱雑に置かれたりしてて、俺がポイって変なとこ置いたりするとね、もう行方不明になるんで、結構ありますから、そういうこと。で、続いて東急ですね。一応これ、ずいぶん前に俺東急買ったと思うんですよ。緑色のやつかな。一応そいつをね、京急のケースで代用したんですけど、どこに置いたか、確か在庫表、いや、何回しかねえな。確かね、東急のこの1500系って、つい最近になんか買って、で、ケースは別に、京急の、確か同じ18メートル系だからって、京急のケースうち代用してるんですけど、まあ、これがね、なんて売ってたんですよ。ちょっと品番が同じかどうかわかんないんで、説明書もなくて、で、問題なのは、こっちのね、屋根の方にプチプチ固定されてて、まあ、これブチ切ったんですけど、まあ、ちょっとこれだけはね、多分両面テープがね、接着剤っぽいんだよな、これ。ほら、こういう感じで取れないんで、全然。だこれはね、もうしょうがないんで、最後、ここのステッカーとか綺麗に剥がして、まあ、交換したいかなと思います。ただ、現状ね、この東急が見つかってないんだよな。なんだっけな。確かね、何かの京急に入れたんですよ。あ、こういうやつか。あ、これだった。これっすね。今回だから、中身だけすいませんが、先入れ替えちゃいましょう。よいしょ。同じ18メートル級だったんで、もう全然楽なんで。ウレタンは回っちゃおう。ウレタンはね、これ切っちゃってやるからね、交換した方が早いんだよ。よいしょ。俺、それ、そういや、最近の進化量見てねえから、ちょっと後で見とこう。やべ。てか、遅いかも。ちょっと待ってください。さっき進化量だけちょっと確認するわ。忘れてたんだ、それ。今確認したんですけど、今週のシンカリオン Z って、ハローキティ出たんだ。確かハローキティって製品化されてからだいぶ経ってないかな。まあいいんだけど、一応今ちょっと、対応しますんで。あれですね。一応まあこちらの陶器ですね。まあステッカー類はないんですけど、まあ別にもう行き先パーツ、行き先表示、印刷済みだし、まあ最悪うちの、陶器の行き先、うちキットが、2セット作ってあるんで、まあ最悪そいつらが、ステッカーが余ってれば、まあ探せばあると思うんですけど、まあ一応ね、流用したいかなと思います。よいしょ。まあ一応ね、これで一応製品的にはね、まあ一応東急としてちゃんと東急の車両になったんで、ね、これは結構ラッキーかなと思っています。まあ一応ね、この東急に関してはね、うちメカマ線系統っていうのかな。まあ今で言う、何線すればいいのかな。まあ昔で言うメカマ線なんですよね。今も一応多分目黒から、なんだっけ、蒲田とか、大井町とか、大井町じゃないか。蒲田とか多分あっちの方走ってると思うんですけど。なんて言うんだろう、俺メカマ線にもうさ、昔からずっとさ、俺のガキの頃からさ、メカマ線だからさ、正直してんのだけど、俺東急の3両編成はメカマ線なんですよ、未だに。新7000系とか。結構面白いですよね。このケースも一応しまった。で、最後お茶ですね。
なんか面白いんですけど、スリーブが新しいのに、古いのに、ケースがね、新しいっていう。こちら、一応、近鉄、1万2200系の、スナッカーの未更新車、一応、基本用のセットでございますね。こちら、近鉄の車両が入るってことで、ね、ケース買ってきました。今のイエローハッピートレインのスリーブ、もらっちゃおう。で、この車両の中にもね、一応、別途車両が入ってますんで、後で出したいと思います。よいしょ。わけで、ケースがこれで全滅。一応ここまでのも尺が15分なんで、ちょっとここからね巻き巻きでいきましょうか、ね。よいしょ。ケースが小が440円。そして、ケースが小が234と。じゃここからね、一応鉄塊が今回2組ありますんで、ね、じゃまずこちらの生徒3両ですね。N 化車、先頭車、モーター車、先頭車、前頭車ことで、ね、まあ、合計これで約、まあ、4000円か。1700円の3300円。まあそうですね、約4000円で買ってきた、鉄塊で紹介したいと思います。それがそのキャスコに入ってる、どれだっけ。俺もね、どれに入れたか覚えてないんだ。キャスコのね、でっかいやつ入れたんだけど、これかな。あ、これじゃねえ。ごめんなさい、ちなみに1個ね、キャスコのケース紹介できたわ。ちょっと待って。これね、ひどいね、ここね、俺の前後今ね、タブレットの N ゲージがパワーパックだから散らかってたんで、ひどいんですよ。ごめんなさい、キャスコのやつこちらですね。加藤のマルキューの、後期ロットですね。俺が買ったことあるロットのケースがなんと説明書2枚に。ステッカーはこれ、まあ、重量で共通だったんで、あれなんですけど、買ってきました。一応、まあ、ポポネットのこれ、アゼレで買ったんですけど、その時俺が確認した時に、ね、総武線が8両から7両しか中途半端しかなかったんで、まあ、うち現在正直言うと、マルキューの、マイクレースの変なやつとか、マイクレースの変なやつですよ、古いやつとか、まあ、試作車の、マイクレースとか、結構持ってるんで、まあ、今回買わなかったんですよね。まあ、最悪トミックスからリニューアル食らうかなと思ってたんですけど、いまだに音沙汰ないんで、あ、多分トミックスリニューアルしねえなっていう、現状ですかね。フレームそんな感じでございます。というわけで、じゃあこちらですね。今回 N 化した鉄これこちらでございます。まず1個目と。よいしょ。はい、こちらですね。これ関係ない説明書なんで置いておきます。一応こちらですね。まあ、ケースおられてんだよな。一応これ、何年か前に、メトロコマースってところでいいのかな。確か、どこだっけな。まあ、東京メトロが、こういう物販系を販売してる、まあ、子会社みたいなのがあって、で、そこで確か、限定出た東京メトロの、6000ケースね。この鉄これがなんと売ってたんですよ。で、俺これずっと欲しいと思ってて。で、今回、先頭車がもう金属車輪に変えられて、カプラーも変えられてて、あ、ごめんなさい、カプラーもちょっといじられてたんで、まあ、それで4000円だったらね、お買い得かなと思って買ってきました。まあ、ステッカーがちょっとね、ないんで、そうですね、ステッカーが多分こういうところ入るはずなんですけど、こういう方向幕のところ。これがちょっとないんでね、まあ、これは別途考えるとして買ってきました。まあ、俺が持ってる北谷支線って、A 段時代の5000系しか持ってなくて、ずっとこのね、6000系配分車が欲しくて、探してたらね、ほんといい値段で売ってたんで買ってきました。一応こんな感じですね。アンテナに関してはもうこれ、多分前の人がいじくったと思うんですけど、一応こういう感じで、ね、パンタグラフも、適正なのかな、まあ、金属パンタに変えられてて。で、車体はね、ちょっと傷がやっぱりこういうところあるんですけど、見えるかな。まあ、こういう風に、ね、傷があって、まあ、あるんで、まあ、一応前面はね、首が振るタイプの、復元式のやつになってますね。まあ、問題ないかなと思いますけど。一応これは鉄コレの台車でいいのかな、多分鉄コレっぽいですね。重りも多分入ってそうだな、重いから。ピントが合ってなかった。すいませんね。あ、そうですね、はい。この人、ご丁寧にさ、マスキングテープまで貼ったんだ、6000円。ちなみにごめんなさい。向きが逆。取れね。おい、まさか接着してねえだろうな。いや、俺、この重りだけは接着されるの、マジでやだ。じゃないと、伝送ができなくなる。わー、多分これ。ちょっと待って。多分外れそうなんだけど、外れね。おい、これ、前の持ち主、何やった？取れるんだけど、ちょっときつい。あー、ぶね。なんだ、両面テープか、よかった。ただ、両面テープにしてマジで強烈だな。よかったよかった。これ、なんか両面テープか接着剤っぽいですけど、まあ、これ、後で対処しますんで、一応大丈夫ですか。これ、後でちょっと、すいません。まだ、電装が切ってないやつ、うち、まあ、6000件のこれ持ってないんで、ちょっと、イズマックスの、ね、ホームページ確認して、あるようだったらね、まあ、ちょっと、予算、まあ、一応、今月まだ俺、N ゲージの中古ラッシュあるんです、新品ラッシュあるんですけど、それを分かっててね、今回買ったバカなので、まあ、一応、出荷ラッシュがね、終わり次第、イズマックスのキットは、もう買える範囲でもまとめてバカ買いしたいかなと思ってね。一応今回ね、6000系の配分車ですね。いやー、でもこれよく売ってたんですよね。やっぱりこの玉土車って懐かしいですよね。爆弾とかって言われたし。もう今じゃ玉土車のさ、車両っつったら関東はほぼ全滅級。で、西日本の方だと、やっぱり103系のさ、和田岬線とか、多分一部残ってる車両っていると思うんですよ。まあ、もしかしたらいないかもしれないですけど、そういうやつしかさ、こういう玉土車っていないから、俺結構好きなんですよね、この玉土車。やっぱりちょっとボディにさ、こういうところ傷があるんですけど、こういうところ。車体の下部分とか見えるかな。ここちょっとね、ドアの前後あるんですよ。
鉄コレとしてね、ここはもう割り切って、まあ、うちの方でね、もう加工したいかなと思います。じゃないとね、鉄コレにそこまでもうギャーガーやってたらね、どうしようもないんですよ。どうせ中国製だから。どうせ中国製だからって言い方してるかもしれないけど、でも実際そうなんじゃん。ほんと、今回で言うとさ、鉄コレだと、京成とかドラえもんがさ、まあ、発売されたんですけど、特別品っぽいので。あいつらはね、状態良かったんで、もう珍しいと思ってるんですよね。まあ、だからステッカーにさ、5色があったりしたから、結局俺切れたけど。まあ、そんな感じですかね。一応これ、6000系配布車でございます。ちょっと待ってくださいね。ここからはね、もうね、車籍書きながらやんないけど、俺と分かんなくなる。ちょっと待ってくださいね。戻しちゃった。多分この動画尺は1時間超えるな。100% 超える自信がある。東京メトロだからこっちか。これ配布車ってなんて言うんだろう。6000系で合ってんのかな。多分合ってると思うんだけど。ちょっと調べてみましょうか。配分者でいいのかな。俺はずっとこれさ、多分いろんな人がこれ多分ハイフンハイフンって呼んでるんで、俺もずっとハイフン者って呼んでたんですけど。東京メトロ、東京地下鉄、あった、東京地下鉄、北綾瀬検車、あ、綾瀬検車でいいのか。昔活躍してたのが6000系。そっか、今じゃ東西線から転属した05系がいるのか、あの、北綾瀬支店は。いや、6000系これ、データねえな。ハイフン者がなくなってる。重量の直波制御車しかねえや。あれ、やべ。ああ、そうですね。6000系やっぱりこれ、そうですね。直波制御のやつしかいないですね。直波制御もしくは 3VF 制御の、重量編成か。いや、それしかいねえな。あ、ごめんなさい。6000系配分系に、あ、こっちでいいのか。あれどこだ。あ、これか。6000系配分系こっちか。で、これは6000本当に配分でいいんですね。編成番号60か。編成番号60。で、軌跡に関してはちょっと後で記載します。次の、もう一個の鉄コレですね。もう一個の鉄コレはさっきの形成のケースなんで。形成どこだ。ゲップ出ちゃった。こちらですね。この中に6両まとめてあります。一応こちらでございます。どんどん。よいしょ。はい、こちらですね。こちらも多分、ずいぶん前に発売された、新形成の、ジェントルピンクですね。まあ、新形成の8番型。まあ、マイクレースからも直近発売されたんですけど、まあ、正直あんまり新形成の車両って、まあ、乗る機会も見る機会もないんで、多分あれかな、松戸の方行けば確かいるはずなんですけど、あんまり松戸に大回り乗車でも行くことないし。で、正直に言うと、どこだっけ新京成ってどこだっけな確か途中で、なんだっけ京成線と直通する、まあ、直通できる電車とできない電車がいるはずなんですけど。で、まあ、その中においてね、まあ、運行番号から駅ナンバーに変わってると、結構新京成って面白いですけど、まあ、その中でやっぱり新京成の車って今まで持ってなくて全く持って、8000系とか8800系とか。か一応今、くぬぎ山にいるタヌキってやつ、まあ、多分、わかる人はその言い方わかるんですけど、くぬぎ山にいるタヌキ欲しいんですけど、まあ、まだ買ってなくて。で、今回ね、一応新形成ってことで、まあ、初めてね、ジェントルピン買ってきました。で、ごめんなさい、パンタグラフの位置的な関係で、ちょっとここ、モーター車とかね、前後しますが、一応上から1、2、3、4、5、6っていう、うずい、ごめんなさい、上から6、5、4、3、2、1ですね。まあ、これちょっと一応、形成の3600の、パンタグラフのあれなんで、まあ、これはね、適正また新形成の8万系の、ケース買ったら、それはね、もうちゃんと交換したいかなと思いますね。一応、これに関しては、プラ車輪ですね。こっち、プラ車輪には変えられてないんですけど、パンタグラフはね、ちゃんと、トミックスの、多分適正パンタに変えられてるはずですので、これ一応ね、あと俺の新、俺が形成持ってますんで、これ確認したいと思いますが、モーター車がね、一応これ、入ってますんで、まあ、それで別に、なんだろう、まあ、パンタグラフだけちゃんと4箇所、まあ、ちゃんと2両とも全部変えられてたんで、まあ、いいかなってことで買ってきました。一応、新形成が、お値段的には、モーター車だけね、別会計しちゃったので、めんどくさいんですけど、一応、モーター車が電装化されてるんで、一応1800円、まず1800円近く。で、残ったのがこの辺なんでね、結構お安く買いました。多分5、6000円で、5000円ぐらいで買えたのかな。でも全然これにイズンワークスのキットぶち込んでもいいって感じで買ってきました。そういう感じですかね。よいしょ。うん。みんな鼻で笑っちゃった。今29。一応なるべく巻き巻きでいきましょうかね。メトロ。先にメトロ計算忘れちゃった。で、神経系の動力。で、じゃあ、鉄コレ片っ端からいきましょうかね。まず上から T 車が1、で、先頭車で2、3、4。で、5か。ちょっとですね。で、こっからはじゃあ先にどうしようかね。一応2階建て車が1台今回残ってるんですよ、ここ。ちょっと見にくいんですけど。先にちょっと下のこっちでもいいですか。先頭車、ライト OK、ライトなし、動力 OK。じゃあ、まずこちらっすね。その車両がさっき言った、近鉄になるんですよ。こっ
ちらですね。近鉄1万2000系の。ちょっと待ってこちらですね。この近鉄1万2200系のステッカー。で、こちらに関してはもう、ウレタンぶち加工して、ちゃんときれいに、あの、なんていうの、パンタグラフとかが干渉しないようにしてます。こちらでございます。なんと、近鉄の2万2600系でいいのかな。ちょっと近鉄ごめんなさい。うつみんで申し訳ないですけど。ウェザリングされてる2両と、ウェザリングされてない2両ということで買ってきました。で、一応、こっちに関してはね、近鉄のと別の車両のパーツがね、残ってますんで、まあ、美味しいかなと思って買ってきてます。こっちもなんか入ってるな。これはあれか、ダミーカプラの、誰か、そう、カプラの交換用のやつか。アダプターって言うか。まず、こちらっすね。こちらが、ごめんなさい、ちょっと全然見えないんだけど、まあ、こういう行き先と。で、車番がこちらっすね。22109でいいのかな、ちょっと俺ごめんなさい、本当に近鉄は疎いんで、申し訳ないですけど。一応ね、買ってきました。で、こっちに関してはちゃんとね、黒の、カプラーに変えられてて、こっちは復元しないやつなんで、これは、壊します。まあ、壊して、グレーにこっちは交換しますね。しかもなんとこれね、あれなんですよ。最近の、この、なんていうの、5桁品番の台車なんですよ。で、なんか問題なのは、ちょっとね、車輪が塗られちゃってて、多分ね、これがもしかしたらね、ライトフィン点灯の原因かなと思います。一応こっちがね、C 型パンダなんですね。下枠交差型。一応こちらが先頭車1両と、これが、どれがちょっと戦闘車見とかせたんですけど、こちらのティーノカプラに変えられてて、車番がこちらですね。22409ってことで、近鉄わかる方はすいませんが、ちょっとコメントお願いします。全然近鉄わかんなくて。近鉄って正直言うと、俺、榊原神宮前だっけ、榊原とか柏原神宮前で行きがって、なんか伊勢島ライナーとかさ、今でこそなんか火の鳥とかさ、なんだっけな、島風とか、特急らしいですけど、あんまり近鉄ってね、俺正直乗ったことないわ。あ、違う、修学旅行で一回乗ったんだ。中3の修学旅行の時に、なんだっけな。あそこで乗ったんだ、一回。すっげえポイントが複雑な駅。で、そこからなんか京都まで行ったのか。あ、奈良か。確か奈良の公園まで、そこから乗ったことがあるんですけど。ジャンクション駅から。結構ね、近鉄はね、その時特急列車何見たかね、記憶ないんですよ。もう中3の頃なんで、約9年前。でね、近鉄買ってきたんですよ。やっぱりこの、ね、色差しされてて、まあ、ウェザリングもされてるんですけど。まあまあ、いいかな。まあ、ちょっとこういうところはね、まあ、色差しの荒があるんですけど。まあ、これはちょっとこっちの方で対処できますんで。まあ、目立った傷はね、ボディの方にはないので。これ多分パーツ類なのよ。ここちょっと突起があるんですけど。反対側にも似たような傷っていうか、加工がある、場所があるんで、多分大丈夫かなと思います。一応ね、こっちがまず近鉄の上2両ですね。で、こっちがウェザリングされた2両なんですけど、なんかあれなんですよね。ドアの形状も違うんですよね。窓がちょっとこっち長くてさ、まあロゴがないんですけど、こっちは。で、こういう位置なんで、面白いですね。一応こっちですね。これがモーター車でございます。びっくり、ガラスって外れるんだ。一応こちらですね。こっちは行き先ついてなくて、一応審判にね、直っておりますが、こっちは全く色差しされてないですね。こっちですね。大阪、ごめんなさい、特急上本町でいいのかな、一応、扱い的には。大阪上本町でいいのか。一応こちらですね。車番が、これ2箇所に貼らなきゃいけないの、貼られてないんですよね。多分前の人忘れたのかな、それとも剥がれたのかな。一応車番が22651ということに、なっております。一応ね、大阪上本町で。まあ、これに関しては一応近鉄別のせっかくに入ったら、交換したいかなと思います、ね。これはドアは傷じゃないのか。あ、でもなんか貼ってあるんだけど、落ちたのかな、これ多分。あ、そうですね。なんか落ちてますね。ちょっとこれは剥がしましょうかね。ちょっと気になりますんで。まあ、最後だってそんなに状態がいいわけじゃないから、こっちが剥がして、まあなんか別に、まあ多分秋葉原のショップ行って、店員さんに聞けば多分対処法あると思うんで。一回ちょっと秋葉原、あ、そっか、今年一度秋葉原に俺、NHK 街に行く用事があるんで、その時ちょっと店員さんに忘れなければ聞いてみましょうかね。もしかも、最悪買いに行けなかったら、まあ買いに行けなかったね。まあネットでなんか見るか。多分近鉄だからね、結構ファンの方多いと思うんですよね。ただ、2万2000系列とかなので、まあスナック間に比べて、まあどういうかなって感じはしますけど。でこっちはね、まあそうですね。一応こっちも、壊れ接続力っていうか、ごめんなさい。新しい、ツインモーターに変えられて、壊れ接続か。変えられてますんで、まあお安いかなっていう。一応近鉄ってね、確か新塗装か。俺が知ってる限りだと新塗装が2両セットで大体1万5000とかするんですよ。トレーラーとかモーター車込み。確かモーター車で大体1、5、トレーラー車で1、3ぐらいなんで、今相場が。てか新品の値段が。それが一応ね、安いんですよねってことで買っちゃったんですよね。で、一応こちら、その相方っすね。車番がこちら。22,951ですかね。ちょっと見にくいんでごめんなさいね。で、こちらも一応ね、大阪上本町駅になっております。でこちら、首振らないタイプのカプラなんで、こちらも。前の人わざわざこれ、首の振らないカプラにしてくれたんで、これはちょっと俺の方でぶち壊したいと思います。ぶち壊すってさ、ブスの言い方だけど、面白いですよね。で、先にちょっとライトとかも、ちょくちょくいっちゃいましょうかね。でも、レイルはもう準備できてますんで。今回だけね、外線にしましょうか。ライトはね、見にくかったりするんで、ご了承ください。すいません。ごめんなさい。
大丈夫ですね。問題の、あ、なんか下もつくんですね、これ。おお、面白い。知らなかった。下もつくんだ。今まで近鉄はね、案内してるけどね、自分が買わないからってね、多分ね、記憶にないんですよ。まあ、俺はやっぱりね、横浜の人間なので、まあ、関東で、ね、やっぱり京急とか東急とか、まあ、そうですね、よくて京成、都営とか、そっち系になっちゃうんで、1号直通とか。だからあんまりね、正直な話するとね、近鉄とかね、名鉄とかって、正直本当にね、疎いんですよ。疎いっていうか、もうほぼ知らないに等しい感じ。こっちもライトは、問題なくつきますね。OK ですね。あ、もうちょっとどっかの戦車。全然問題ないですよね。いや、本当、安くいいのが買えましたね。でね、これね、一応ね、その製品、あの、この、編成番号から製品番号を調べたんですけど、全くもって出てこなくて、で特にこっちの下の2両に関しては、なんか新塗装の、車両が出てきちゃったんで、俺もね、情報がわかんないんですよ、この子に関しては。ちょっと一応ここだけ。でもね、どっちかがライトつかないはずなんですけど。あ、こっちライトつかないですね。車輪だと。多分ね、そうですね、完全にピポット軸やられてますね。ちょっと見えないですけど。ピポット軸が塗られてて、こっちの車軸も塗られちゃってますね。これはちょっとすいませんが、交換しますね。多分秋葉原のショップ行けば、台車がきちんと入ってるよ。危な。あ、やべ、負けちゃった。やべ、完全に負けちゃった。危ね。危ねって言ったけど、俺が負けたわ。多分ね、原因はね、これピポット軸と多分この終電塗られてるとこなんだよな。いや、塗るのはいいんだけどさ、マスキングしてから塗れよって言ってもらえますね。これはライト不動の原因ですね。これ多分だから、多分塗装さえ落とせばいいんですけど、どうやって落としたらいいんだろうな。あれかな、一応、薄め液かなんかで落ちるかな。うちも薄め液ってないんで、あの、なんていうの、普通のやつしか。エナメル系か、ちょっとその溶剤、ただ2種類あるんですよ。エナメルとアクリルみたいなやつ。アクリルだっけ？俺が持ってんのが、こっちのエナメル溶剤なんですよ。だから、これじゃない方だと、溶剤買わなきゃいけないって言うんで、もう一緒に車輪買っちゃおうかなと思って。そんなに、なんていうの、車輪の状態も良くないから。俺としても今、終電盤負けちゃったし。これでつくかなんだよな。やっぱりつかないっすね。まあいいか、どうせ中間封じ込みにすれば。まあ、封じ込みにできるかどうかもちょっと知らないんだけど。じゃあこっちだけ。こっちもつかない。こっちはつくのか。2両がつくはずなので。あ、つきましたね。あ、こっちはテールライトここなんだ。へえ、面白いね。ちょっと床下交換しましょうかね。ライトユニット、あ、バネが若干いってるな。バネが若干いっちゃってますんで、これが。いるかどうか。あ、問題なくつきますね。あ、大丈夫だ。OK、車輪だけ交換しましょう。多分原因は車輪ですね、これ。一応今現在この子はちょっと中間封じ込めでね、扱いたいと思います。じゃないとそれ以外扱い方法ないんで。あとは俺が近鉄勉強することですかね、一番。ダメだ、近鉄ってね、俺8000系とかね、なんと専業列車しか知らねえんだよな、マジで。多分それで合ってると思うんだけど、専業列車とかで。じゃあすいません、ね。じゃあ次はもう全部あと京急と2階建て車のやつになるんで、先にちょっと京急さばいちゃいましょうか。ちょっと待ってください。これはちょっと細かい方なんで、人事的に。あれ、スリーブはね。では、じゃあ、近鉄。まあ、近鉄全部下4台なんで、楽です。先頭車ライト OK、動力 OK、ライトバツ。多分だから終電盤の影響だと思うんですよね。まあ良かったんですよ。だからライトユニットが生きてれば、まあ対処法はいくらでもあるんで。そうか、対処法あったぞ。じゃあ次、京急行きましょうか。京急ですね。まずこれ、トレーラー車が3台のモーター車ってあるんで、これじゃあ、先に紹介しましょうか。これ、皆さん、一応ごめんなさい。トレーラー車3台のモーター車1台。で、次。先頭車2台のトレーラー車2台の先頭、ごめんなさい。トレーラー車2台の先頭車2台。で、最後はこちらですね。京急、先頭車 OK、T 車京急、M 車 OK なんで、京急はっきり言います。4連が、全部で1、2、3のモーター1個。で、中間車3台のモーター1個です。では、京急まとめていきます。まず1個が、どれに入れたっけな。だるまにも入れたんだけど、形勢は確実に入ってない。形勢は空ケースじゃん。ごめんなさい、これ俺の手持ちのケースに入れました。もともとこれね、鉄コレの、形勢が入ってたやつなんですけど、その中にぶち込んでます。まずこちらですね。動力入ってるのがこちらのアルミ車ですね。あ、ごめんなさい。アルミ車入って、アルミ車どれらしか。一応こちらですね。ちょっと待って。今回も車両全部抜いちゃいます、先に。で、これ一部ね、修復しなきゃいけない部分とかもあったりするんで、結構めんどくさいですよ。で、だるまの方がこちらですね。こっちにも10台入ってます。よいしょ。
一部パーツが取れてたりするんで、これ確実に修復しなきゃいけないんで、ちょっと難点なんですけど、まあいいかなと思って買ってきました。合計これが京急で、トータル、そうですね、16台ですね。多分16台になってると思うんで、先に消しちゃいましょうか、京急。まずこれですね。トレーラー車が1、2、3がこれステンレス。で、モーターがステンレス。で、こっちが、京急が、まあ、600の頭、中間、中間、頭だとして、同じく600の中間、中間、頭、中間。で、これ別に、まあ、アルミ車も全部同じなので、扱い的には。で、こっちがそうですね、600の、1000のアルミ、で、1000の頭、モーター、で、最後どこなの1000の頭。ってわけで、京急が全部で16台ですね。買ってきました。で、その内訳では見ていきましょう。まずステンレスですね。で、これ店員さんに聞いて、なんか、これ見たら分かるんですけど、車番が1300万台になってるんですよ。1300万台だと、京急って6連の扱いなんですよ。確か。なので、店員さんに1個、先頭車ありますって聞いたら、1両ね、なんか子供が買ってったって。で、売り場確認したら確かに1両しか先頭車なかったんで、じゃあこの京急の、じゃステンレス、この4両どうするかっていうと、簡単なんですよ。このモーター車をこっちに移籍しようかなと思って。で、床下パーツなんか外せばどうにかなるんで。で、これね、さっき冒頭で、多分去年の、じゃあ、鉄コレとか、NG10 何万で買った人だろうと思ってるけど、これなんですよ。塗られてるんですよ。だからね、多分ね、これ塗った人がね、多分同じ人なんですよ。こういう風に荒出てるし、明るめのネズミ色だしってことで。だ多分ね、同じ人かなと思って言ったんですけど、ただこれね、開きのパーツとかも一部欠損してるんで、開きをうち多分予備ねえんだよな、京急。俺も京急の開きを吹っ飛ばしたりしてたんで。在庫がほぼないんですよ。で、じゃあその京急のステンレスの言い方どれかっていうと、これなんですよ。多分これかな。あ、これこれ。一応これ当時なんだっけ、1400万台。こいつちゃんとした4連の京急なんですけど。この4連の京急がそもそも車番がラリってて、まあこれ当時確か8両で売ってたんですけど、残った4両、まあ別の人にまあ買われちゃって、まあ、売り場で取ろうとしたら間に合わなくて買われちゃって、で、車番見てもらったんですけど、400の、73の、74の、で、75モーターの、あ、ごめんなさい、78か。あ、ごめんなさい、75モーターの、で、最後はこれ78なんですよ。あ、ごめんなさい、80なんですよ。88か。一応、扱い的には、3、4、5、6、何かがあって、もう1、2、3なんで、エアポート急行かなんかの8両セットのバラしかったんですよ。で、一応これ、まあ、行き先とかも、全くついてないやつなんで、まあ、ずっとこの京急うち、まあ、ステッカーもないからって言って、保留してたんですよ。で、一応これ、まあ、一応4連プラスに動力ぶち込めばいいかなと思って、一応買ってきましたんですけど、ただね、京急の場合ってね、4連と8連ってね、構造がそもそも違うんで、根本から違うんですよ。だ最悪6連にもできるように手配したんですよ。一応これちょっと、じゃあ先に、京急の編成表をお知らせします。まず、8連の、1000番台ですね。京浜急行電鉄、京浜急行電鉄。京急ってさ、私鉄だとフルメイドで長いんだよね。京急ってさ、略すとさ、2文字なんだけどさ、小田急とかさ、小田急はその略すことないんだけど、まあ、東急が4文字じゃん。で、名古屋鉄道は名鉄で、あれ、一応5文字じゃん。京浜急行って長いんだよね、本当に。で、アルミ車ですね。新一線型。で、これ、ステンレス車ですね。ステンレス車の場合は、まあ、一線型の、アルミの続番ですね。アルミの続番が87番、あ、73番か。そうですね、アルミの、そうですね、続番で73番からデビューして、一応、先頭車があって、ダブパン車。で、サハがあって、片パン仕様のデハに、トレーラーのデハで、サハがあって、ダブパン仕様のデハにデハなので、一応扱いますよ。例えばこれ、デハがあって、デハがあって、で、今回ダブパンのデハがね、ちゃんとあったんですよ。これですね。これがまずダブパンのデハ。で、ごめんなさい、これが片パンのデハですね。で、残ったのは、パンタナ仕様なんで、パンタが片パン仕様なんで、まあ、穴開けたりしなきゃいけないんですよ。じゃあどうするかっていうと、6連ですね。6連の、京急ですね。まあ、塗装変更されたやつだと、クハ、デハがあって、片パンデハ、サハサハ、両パンデハの 3VF のデハになりますので、一応扱いできるんですよ。ちゃんとこれ片パン仕様、あ、ごめんなさい、両パン仕様だし、一応こいつら、これが中間車ありますんで、先頭車とか、まあ、多分床下機器とかがちょっとそういうとこあっちゃうと思うんですけど、それに関しては目つぶろうかなと思って、一応ね、京急買ってきました。だから一応ね、京急ね、これね、変な感じで、12台あるんですよね。一応2、4、6、あ、ごめんなさい、10台か。で、一応これに関してはもう別途先頭車、手配するか、考えたいと思います。まあ、最悪は、本当は1両だけ買っといて、まあ、先頭車1両買っといて、じゃあ残った先頭車1両、まあ、後で手配すればいいかなと思ったんですけど、それもそれでめんどくさかったんで、じゃあ家にあれですよ、これで先頭編成組んじゃえばいいじゃんっていうのが、すっげえ極論理論だったんで、多分ね、京急の場合ってね、そんなに床下って違わないんですよ。だから多分ね、いけるかなーっていう甘い考え。
一応京急沿線に住んでるくせに詳しくは知らないんですよ。受けるって感じなんですよ。そうです、受けるって感じなんですよ。で一応ね、この子たちに関してはね、ちょっと救急車がね、あの6両できちゃったんで、別途ケース考えなきゃいけない。で一応この子たちはね、エアポート急行の羽田空港行きが、貼られちゃってますんで、全車両。あ、最悪が、外語表記も入ってるわ。外語とね、確かね、内語表記なんですよ。あ、これ外語だ。で、中を見てもらうと分かるんですけど、これ、自作のステライトが入ってるんですよ。これちょっと見にくいですけど、スプリングがあって、で、ここ。なので、まあ、それも面白み込みでね、買ってきました。というわけで、ちょっとじゃあ、先に救急じゃん。これ、どういうことか。京急の6連に関しては、うち、だるまのケースがもろもろありますんで、まあ、それで、ね、今回、ついに、さっきのだるまが、このだるまのケースがちょうど10両入るんですよ。ちょっと見にくいですけど、ちょこんな感じで。だからもう、ここにね、今回、ステンレスは、全部遺跡という感じに、なりました。なので、このステンレスのケース、ゴミになりましたんで、これはね、別途また使いたいかなと思います。落ちたよな。あ、落ちてた。危ねえ危ねえ。早く1両入れてくれ。ステンレスのスプリングがね、まあだから4連組んでもいいし6連組んでもいいっていう理由でね、すっごいなんかチンプな状態になっちゃいましたって感じですかね。まあうちらしいって感じなんですけど、1400の中間車が分かんねえ。ちなみになんですけど、この、今回バラ買いした、4両の中間車、ちょっと問題点がもう一個あって、ちょっと待って、どれだっけ。俺の肩パン差がない。あ、これだ。肩パン出派か。一応、これなんですけど、例えばこれじゃあ、同じ肩パン出派なんですよ。床下見てもらうと、がっつりやられてるんですよ、この削り方。だからね、これもちょっと難点なので、まあ、実写の画像、まあ、床下見ながら、多分加工って感じにはなるかなと思います。完全にやられたんですよ、これ。これはね、直すのめんどくさいんですよ。床下機器、まあ、だから京急が発売したときに、まあ、秋葉原行って、すみません、この床下機器欲しいんですけどって店員さんに聞いてやんなきゃいけないんで、別にこれね、フォロが一番入ってるんですけど、それ取っちゃったりしてるんで、これも難点なんですよ。先にとりあえず車両ぶち込むか。で、先に車両ぶち込んで、ちょっと後で、全部、室内灯はね、今回ちょっと、多々ありますんで、問題がもう一個。これに関してはなんか別途、修復していいと思います。たぶんね、これね、前の人もね、接着剤かなんかでつけたと思うんで、それがね、外れてるんだけど。今回、なるべくシャバンするよか、これが58、これがその57。7、8。で、これが、56か。はい、これ、パンタシャが持ってなくなった。6、7、8。で、これが、55っす。59か。で、これが、片パンしよう。あ、両パンしよう。こいつもこれ取れた。最悪。フォロはね、これ接着剤でちゃんとつけないとね、外れるんですよ。俺もよく外したことあるんですよ。まあ、今回なんか片パン仕様が2両になったりで、この時点で京急じゃなくなっちゃってるんで、まあこれはね、どうにか。そうか、そう考えるとこれ片パン仕様。あれ、どうしたって、間違えて車両しまってんよ。どっちも蘇生できなくなったの。ちょっと待って、京急って両パン2両だよな、8両だと。8両は、そうですね、両パン2両ですね。両パン2両で、片パン1両の左派2台だから、やべ、どっちみち屋根加工しなきゃいけなかった。57番。京急の1357番。あ、ありましたね。これ本当は左派だな。なぜか左派なのにダブ、片パンついちゃってる。前の人何したこれ。やべ、完全に運用つけれなかった。やべ、今気づいたこれ。まあいいか、しゃあねえか。一応、そうですね、両パン仕様が今回手に入ったんで、片パンをどうにか作らないといけなかった。屋根切り継ぐのはもったいねえからな。一応、まあそういう感じなんで、一応部品取りで買ってきました。まあ、そんな感じですかね。一応、これで京急、へっ。あれ、俺、そっか、京急とか、そもそも4台しか買ってんから全部であるか、中途半端に8台とか。もうそれで足りてるよね。こっちの残った8台ですね。まずこちらから、じゃあ分かりやすいか。で、これがまず652編成ですね。652が、あ、これ別にこれ、こっち。これもこっち。
650人こちらですね。650人が、4321って感じで、これでね、ケーキがまさかの、600系がね、4連符作れました。まあ、ちょっとこういう風にね、窓差しのハゲとかはあるんで、色漏れか。まあ、これはちょっとどうにかね、塗料インクかなんか、あの、あれか、油性ペン、ごめんなさい、虫刺されの口感覚でね、落とせるかどうか、後でこれはやりたいと思うんですが、一応今ね、確か先月かな、今月グリーンマックスがケーキの600系確かアナウンスしたはずなんですよ。そのほうがね、あれ、そのほうがね、で、そのケーキの600系アナウンスしたときに、まあ、4両で2万したんですよね、定価で。確かトレーラー車が、2万円ちょっと。で、モーター車が確か2万3000円だったはずなんですよ、今月。今月か。一応グリーンマックスのペンじゃないですか、これ大丈夫かな。SR アンテナ付きの4両セット。まあ、一応今回変化されたのが、まず4両のモーター車が、こっちですね、53番。で、造形セットの方が、56番なんですけど、まあ、お値段がね、こちらですね。2万円の、2万500円の、まあ、基本セットが、まあ、2万3000円なんで、まあ、約合わせると、だいたい2万5000円だとしたら、4万5000円だとした場合、まあ、ポポンデッタの仮の、早期予約で買っても、まあ、フルセットで、だいたい8年、エアポート9個込んだらこんなにするんですよ。だから今回買っちゃったんですよね。まあ一応、例えば、まあ2割引きで買っても3万6000円なんで、まあどうかなと思って。まあ京急とかもロールマって今回6万なので、まあまあ安いと思うんですよね。で、こっちがその問題の6連なんですけど、ハゲちゃってるんですよ、これ。650って書かれてたのがハゲてて、で、こっちもね、スリットナンバーは生きてるんですけど、全面がハゲちゃって、で、エアポート急行羽田急行行き。で、これ面白いのが、あのね、寿司かなんかの方にある、メーカーさんの、多分、全面のステッカー貼られてるんですけど、面白いですよ。羽田空港行きが入ってるんですよ。こっちはね、羽田空港行き。多分これが、海側ちょっと今が忘れたんですけど、こっちが羽田空港行き、エアポート急行。反対側はね、まさかの神岡行きになってるんですよ。これすごくないですかね。前の人がね、どういう貼り方したのかわかんないけど、なぜかね、海側、山側でステッカー変えたんですよ。しかもまさかの神岡行き。京急の神岡行きっていう定期ダイヤは基本的にごく少ないんですよ。もしかしたらあるかもしれないんだけど、エアポート急行の神岡行きっていうのは確か定期ダイヤないんですよ。で、こっちの、52番の方も難点があって、こっちはね、エアポート急行の新寿司行きなんで、まあ、寿司早めに帰ればいいんですけど。まあ、しかも、まあ、これ SR アンテナなんで、まあ、SR アンテナも最悪手配するんですけど、反対がこっちなんですよ。なんと、エアポート急行で神奈川新町っていうことで、完全に上岡から横浜間とか運転できないときに、ね、エアポート急行扱いなんですよ。前の人だから下手なこだわり持ってやっちゃったんで、これはね、後でこっちも直さなきゃいけないんですけど。で、あと、生かした機械が一部足りなかったりとかするんで、奇数偶数で。一応これ、52番の、モーター車なんですけど、これがね、この生かした機械が1連丸々足りないんで、この3連ユニット、ユニット。これもね、ステンレスの方が、拝借したりしつつ、全部組んでいきたいかなと思います。で、難点がもう1個あって、これ、その52番の方の、3号車なんですけど、これ、ここなんもないんですよ。で、このヒューズボックスがいくついてて、パントグラフなんですけど、なんとその配管もいじくられてて、これ見たらわかるんですけど、なんとパンと、ごめんなさい、河川計測装置がついちゃってるんですよ、これ。光らないようにはなってるはずなんですけど、まあ、これもね、込みで面白いかなと思って買ってきました。だからちゃんとね、配管もね、引き直されてるんですよ、この辺一帯が。わかるかな？この辺からね、ちょっと穴が出てるのに、ピューって出てて。面白いですね。ちゃんとヒューズボックスもあるから。これはね、前の人にこだわったかなと思うんですけど。それがね、今回まあちょっと、いつものアジリアの点がすると、まあ、京急なんでちょっと高めだったんですけど、もう面白いかなと思って買ってきちゃいましたって感じですかね。で、最後のアルミ車ですね。こちらのアルミ車も、まあ、色塗られてるんですよ、ステンレス。600同様。一応、こちらね、まあ、可愛いように普通、品川行きですね。だから、まあ、日中ダイヤの、4連ですね。結局って一応日中の大体10時とか、15時から10時から15時って、大体神奈川新町とか文庫で列車交換して、4連編成のエアポート急行が走るダイヤがあるんですけど、まあその、ごめんなさい、普通電車か。その、4連扱いですね。一応車番は問題なく1436が入ってて、前面もね、スリットナンバー同様、きちんと入ってますんで、まあこれは完全に問題ないかなと思いますね。ただ山側、片側がまだステッカーないので、これはちょっと別の俺の、結局の一線系で確か、LED 表示だったと思うんだよな。どうだっけな。京急って基本的に全面は LED になったんですよ。1500系も、2100系も。ただ、1000系に関しては側面ってあれ、幕表示だっけ？京急の1000はね、俺あんまり被写体撮ってねえんだよな。ちょっともしかして、一応画像残ってからちょっと調べてます。まさかの昨日1000の4連撮ってたわ。一応これ下手なやつなんですけど、ただ側面見えねえんだよな。いや、多分 LED っぽいな。記憶ねえんだよな、俺。そうですね、もうちょっとちゃんと京急は。いいのがあった。まさかの大一線取ってたわ。大一線はね、多分側面取ってなかった。なんで取ってねえんだ、俺のバカ。
これは600系か。そうですね、一線系ちょっとあれが分かんないんで、ちょっとそれは確認しておきます、こっちの方で。だからそれでまあ、ステッカーが適正なければ、まあ LED、LED 背景のやつ手配したり、まあそうですね、対応はしたいかなと思います、ね。一応これが、36の、このも、ごめんなさい、この、両パンタが35のトレーラー車。で、こっちが34で、先頭車が33なので、まあさっきの、うわ、こっち裏書きになっちゃってる。で、さっきのステンレスのやつですね。あ、なんかこれ白く塗られてるんだよな。ちょっと気になりますね。まあ、まあ、一応、さっきのステンレスの、モーター車も移植できたりするんで、まあ、そういう感じで、適線編成は、組んでみたいかなと思います。そんな感じかな。というわけで、じゃあ一応、こいつら片っ端から、動作確認だけしていきましょうかね。一応、モーターあったり、一部室内灯ついてるんですよ、さっきのステンレスもなんですけど。というわけで、さっきのステンレス。完全に尺が長くなっちゃった。これさっきのモーター車ですね。一応これもね、壊れ出力に変えられてるんですよ。あ、そうそうそう。面白くて、この KQ の600型も、どれだっけな、こいつか。床下はね、先頭車とかの床下はほんとこの古いやつなんですよ。ツインモーター時代の。この古い終電版なんですけど。なんと動力車はね、ツインモーター、壊れ出モーターに変えられてるんですよ。ラッキーと思って買っちゃったんですよ。ラッキーと思って。かわいいでしょ。かわいいでしょ。かわいいでしょ。別に、まあ、かわいい、かわいいかないけど。面白いかなと思って。しないとつかないっぽい。入ってはいるんですよね。ここ見ると分かるんですけど。バネ入っちゃってるんですよ。だからこれちょっと後で、修復します。まあ、どうせモーター車抜くんで。どうせモーターはそうですね。後でアルミ車行きになっちゃうんで。うちね、ケーキの4連って正直持ってなくて。で、俺が確実に持ってるなって記憶あるのが、2000系が2編成と、まあ、2400型。まあ、ケーキの2000型の2400番台が2編成持ってて。で、120周年のラッピング、110周年のラッピング。で、昔のケーキの、ほんと、旧型の1000型。あいつの分散冷房車とかしか持ってなくて。ずっとケーキの4連灯欲しかったんですよ。で、今回やっとステンレスが手に入ったんですけど、まあ、そのステンレスも、車番がいわくつきになっちゃってるんで、で、今回のこれもやっぱりいわくつきなんで、あ、こっちはつきましたね。ね、正直ね、微妙なんですよね。まあ、逆にパンタグラフとかもね、理由を聞きますんで、問題なく。ラッキーかなとは思うんですけど。あんまりちらつきしないんですよね。あ、なんか入ってる。こっちにバネがあるんですけど、見えるかな？こっちにバネが入ってるんですけど、こっちになんか入ってるな。なんだっけこれ。なんだっけな。なんかね、ブリッジダ、俺がよく室内灯作るときって、ブリッジダイオードと導線関係とその LED 本体があればいいよって言うんですけど、人によってはなんかコンデンサーみたいなやつ入れるんですよね。もしかしたらこれコンデンサーかな？なんか変なやつが入ってる。確かコンデンサーってちらつき防止するやつなんですよ。俺の記憶だと。これ、一応これハイパワーでこれなんですけど、あ、これ、ちょっと待って。一応ハイパワーでこれで、加藤のスタンダードレースの真ん中でこれなんですよ。ちょっと室内灯的なって感じですかね。じゃあこれ後で、もうどうせ俺が持ってる LED のやつ。ただ白色の LED もうち在庫切らしちゃってるんで、使いようがないんですよね。で、ごめんなさい。まだ N ゲージが 1本紹介残ってるんで、それしません。ちょっと尺的に間に合うかとか、微妙になってた。ちょっと巻き巻きでいきます。600の50番台でこれか。これもちょっと。どれかにもね、室内灯、あ、これですね。これ室内灯って言ってましたね。一応全面もちゃんと9号灯と、種別灯、あ、ごめんなさい。9号灯と全照灯つけますんで。問題ないです。で、今回600のケース、まあないんですよ、うち在庫が。あの在庫で今回買えなかったんですよ、600系用のやつ。でもね、うちの空ケース置き場確認したら、なんとね、KQ の600系のケースが残ってたんですよ。こちらなんですけど、空すりがなくて、なんとこちら、製品番号31178の KQ600 が更新車ってことでね、完全に8両編成ってことなんで、まあ600番台なんですよ。で、これ650番台なので、ウレタンが合わないんですよ。ごめんなさい、なんか俺の方が KQ600 ステッカー入ってた。ステッカー、じゃあ幕表記は入ってるんですね、これ。でも後で確認しますね、実写見ながら。これは入って、これね、全車両にね、この終電盤入ってるんですよね。あ、これ、室内灯入ってる。どれがね、室内灯入って、どれが入ってないか、俺分かってなくて。面白いですよね。まあ、うち、まあ、KQ の600系、ずっと欲しかったんですよ。まあ、今回、運よく変えたんで。まあ、ラッキーって感じなんですけど。だからちょっと後で適線ケース切んなきゃ、ちょっと入んねえかも。で、次が、モーター車がこれ。あれ、落ちた。あ、ここ入ってますね、一応。あ、入ってましたね。室内とかだったら、タレキシパも無状態になっちゃって。ちょっとこれ後で修繕しますね、全部。
今回この600系の一部が室内灯なかったりとか、ステンレスに入ってたりするんで、まあ、それは全部もう一色、移籍して一色たりします。もうステンレスから全部抜いて、600系にぶち込んだりとか。これはね、入ってないっぽいんだよな。あ、そうですね、入ってないですね。一応、給湯灯と。給湯灯がつくんで。そうですね。そんなに難点としてやっぱりこういうとこなんだよな。まあ、油性ペンで落ちれば落としたいんですけど。エアポート急行神奈川新町。でもね、神奈川新町行きはね、あるんですよ。それこそだから、列車交換するときとか。でもね、一応金沢文庫行きが多いのかな、エアポート急行だと。やっぱり一番いいのは逗子葉山と羽田空港なんですけど、一部金沢文庫行きだったりとか、なんかあるんで。結構だから、京急って面白いですよね。面白いですよね。逗子線でさ、例えばさ、じゃあ逗子から文庫に行くやつがさ、折り返し普通電車じゃなくてエアポート急行だったりするんですよ。京急ってね、結構そういうところね、面白いですよね。一応こちらもそうですね、種別島と、着きますね、ドライト。こっちはインネタなんだよな、なんて。完全に薄れちゃってるんで。これちょっと適正掃除して、貼り直したいかなと思います。で、こっちはホロついてるんですね。側面のホロ。入るかな、ギリ。入っちゃ、ついちゃってるんで。ちょっと壊さないように気をつけながら、しようと思いますか。で、こっちは、あ、そうか、これ、そうだ、中にこれね、ホロが外れてたり、床下パーツが一個取れたりしたんで、中にしまってるんですよ。ちょっとわかるんですけど、カチャカチャって音言うんで。これは室内タイプじゃないですね。今回ね、もしかしたらこのコンデン、ごめんなさい、セラミックコンデンサー付きの室内と足りないかもしれないんですよ。これにも入ってないっぽいな。終電盤は入ってるんですけどね。わかんない。でも見た感じ、ここら辺にバネがないんで、多分ないと思うんですよ。ちなみにさ、前の方ご丁寧に貫通扉のところ色塗ったんだ。あれ、これもともと製品ってクリームだっけ？あれ、赤一色じゃね？もしかして。あ、そうですね。一線系のアルミはここそうですね。赤一色っすね。ただ、なぜか600系はクリームに塗られてるっぽいな。多分手塗りっぽいんだよな。若干ムラがあるんで、見た感じ。若干ムラとツヤがあるんで、多分あれですね、手塗りかもしれないです。で、こっちも種別灯つきますんで問題ないですね。正直に種別灯とさ、ヘッドライト、ちゃんとテールライトつけば、どうにかなるんですよ。まあ、ただ、ライトニーとも一応メーカー行けば多分あると思うんですけど、補修パーツがどこまであるかな。今回のケーキだと、例えば SR アンテナがないんで、じゃあその SR アンテナのパーツ別途手配しなきゃいけないしってことで。ウレタンがちょっときつきつなんであれなんですけど。すごくないですか？ケーキを600系。ちゃんと今回この650番台、ちゃんと8連組みましたからね。これちょっとステッカー見ながら、ヤップト急行にするか、まあ、一応、あとね、一応知ってる人は知ってると思うんですけど、海徳の京急栗浜行きって面白いタイヤがあるんですよ。これ何かっていうと、品川までかなんか快速で神奈川に行って、営業するのかな？で品川から折り返し91円になるんですよ。海徳京急栗浜駅。それが何かっていうと、京成車の前なんですよ、平日は。あとは面白いのは、例えばトイレのあの京急の1890番台。あいつも連結した 4+4+4 の特急っていうのもあるんですよ。まあその貫通扉のトイレに関しては、途中神奈川新町で切り離してエアポート急行になるんですけど。ちょっと面白いですよね。しかも未だにさ、トイレがさ、あの製品化発表さ、グリーンマックスから元沙汰ないから、ちょっと気になってるんですよね。こっちは室内灯ない感じかな。ないっすね。で、これ普通列車なんで。ライトつかなかった。あ、そうか。京急で一応ライトつかないのあるのか。いや、ライトニット入ってるの。そっか、京急でどれか一応ライトつかないはずなんですよね。動力 OK、じゃんこれ。で、これは、これか。ライト OK とバツで、バツ OK が2台。バツ1台あったのか。いや、でも、そうですね。先頭車が、あ、これ近鉄か。いや、ライトバツにはなってるけど。一応こっち、反対側ね。あ、こっちでちゃんと種別灯もつきましたね。ってことはだ、お前も犯人はここだな。あー、ちょっと塗られてる感じがしますね、うっすら。ちょっとね、うっすら車輪に色が入っちゃってるんですよ。多分原因はこれだな。入れ替えてみてつくようだったら正直問題はないんですよ。ガラスかなんかが干渉したのが一発でカチンと入る。完全にライトユニットが死んでるっぽいよ、これ。ライトユニットが死んでるとなると、うち確かね、一線系の4連って昔持ってたんですよ。確か8連持ってたんですけど、なんかステッカー、インネタかなんか壊したかなんかで、ね、うちあれなんですよ。ひどい状態なんですよ。京急に関してはね、これ、初期車 の4列時代なんで、分解の仕方はね、お手の物なんで。同じっぽいのやつ、1本持ってるから。ここね、掘れば簡単に取れるはずなんですよ。
ちたね、今つら。そうですね、ちらほらつきますね。そうですね、何が原因なんだろう。充電盤も入ってますからね、ちゃんと。ちょっと気になりますね、つかない理由が。まあ、さっきの近鉄も一応ついたんで問題ないですけど、多分ね、銅板が汚いっていうのがありますね。銅板汚れちゃってるんで。はい、あー、なるほど。アルミ車、終電装置が入ってなかった。マジかー。ステンレスに入ってるから、アルミ入ってると思ったら入ってなかった。ちょっと待ってください。ガラスが取れちゃった。そうですね。まあでも一応、まあまあ、変にだけど、つきますんで、問題はないので。お待ちくださいね。はしませんけど、多分もしかしたら終電盤のここのバネの部分、あの銅板の部分がいかれてるか、もしくは終電盤の長さが足りないか、ちょっとどっちかあるんで、これちょっと後でメンテナンスしておきます。うちのアルミ車そこにあるんだよ。ちょっとこれアルミ車あったっけ。いや、これ空っぽいな。あ、何回か入って、何回か入って、やべ、鉄コレのうちケーキはねえぞ、これ。これは東京。やべ、京急のまさかの4連が行方不明になってる。ケースがねえんだよな、ここパッと。後で探しておきます。しゃねえか。まあでも一応レイヤーから時間の給電でつくんで、まあ全然問題はないんでね、つくだけでも。まあ、つかなかったら本当にライトニーとか、ああ行っちゃってるなっていうので分かるんですけど、まあ、つくだけね、まあ、対策はあるんで、まあ、銅板じゃあメンテナンスするのか、車輪ごと変えちゃうのかっていうの。うち、グリーンマックスのこの終電盤に関しては、一応18メートル級はね、買って残ってるはずなんだよ。ただね、20が多かったんですよ。20が箱買いしたんですけど。一応これ、これ当時の200用なんですけど、この TR200 用なら、この未だに箱買いしたやつがあるんで、で、多分200用だとこれ20メートル級なんで、別必要なんですよ、18メートル級から。これはちょっと一応買いに行きます、今度。もしかしたらあるかもしんないんだけど、パッと見ねえから。まあ、しょうがないっすね。このケーキに関しては、一応今回ケースがね、これは買ってきたやつがあったんですよ。これですね、一応これ、ただ造血用車なんで、全然違うんですよね。ただ、芯一線型にしてるんで、まあ、どっちかあれなんですけど。ただ、パッと見た限りはね、同じだと思うんだよね。というわけで、しまっちゃいます。こういうところはね、もうね、流れ下げてきましたね。あんまり気にせずって感じ。やっぱりそうですね、今回の難点は、京急が全部 SR アンテナが全滅してますんで、この SR アンテナだけやっぱり別途、まあ、手配するしかないんで。それからだな、グリーンマックスって俺今まで京急の600系とか、まあ、それこそブルースカイの600のリラックマとか、イエローハッピートレインの、 あの黄色とか、まあ、1000系とか、買ってきたのがあるんで、多分対策できるんだよな。ちょっと確認しますね。まあ、ただ、屋根に穴開けなきゃいけないのがあるんで、まあ、それも一応確認しながら開けないとまたお釈迦になっちゃうんで、車両が失敗したら。ちょ気をつけながら、やりたいと思います。で、じゃあ次が最後の NG 障害ですね。もうね、体調がまだ完全じゃないの、1時間喋ってると。さすがにね、また吐き気が出てくるんですよね。ちょっと気をつけてください。で、最後こちらですね、キャストのでっかいやつ。この中に入ってるのは、なんと、確認できてみてもらって。こちらですね。続いてまーす。飛んでいっちゃダメ。今回買ったのはですね、まず先頭車が1台。先頭車が1台。トレーラー車、ごめんなさい、モーター車1台。で、トレーラー車が1、2、3、4。で、2階建て車が1台なんで、2階建て車が1両組み込まれた8両編成。手分けでこちらを買ってきました。ドンと。はい、なんと京阪8000系ですね。しかも更新車の、あ、ごめんなさい、新塗装のですね。去年確かさ、俺京阪8000系ってこのコロナの時期に、まあ11万2000、12万2000か。11万2000か。どっちだっけ。時に買ったんですけど、あれって確かね、プレミアムカーが組み込まれた8両編成だったんですけど、で、しかも説明書も全くなくて、で、今回はなんとこちらっすね。ステッカーは残ってる説明書付きの京阪8000系が、まあ、ケース探したらあったんで買ってきました。一応ね、難点としては、あれなんですよ、これ、アンテナ時がちゃんとついちゃってるんで、こっちね。どっか、これか。こういうのがアンテナがついちゃってるんで、俺が持ってる京阪8000系のプレミアムカー、だいぶロットが違っちゃってるんですよ。で、じゃあ相方の京阪8000系のプレミアムカーを仕事したら、プレミアムカーが見つからなくて、今現在保留になっちゃってるんで、まあ、あれなんですけど、とりあえず京阪8000系ですね。やっとこれでうち京阪2編成、あ、3編成か。確か3000系のプレミアムカー入ってないやつ。これ、つい最近買ったのがあるんで。結構面白いですね。
応これパンタシャスで、これ難点は車番が削れちゃってたりあるんですよ。メーカーの車番は、第6編成か。第6編成がプロスタイプになってて、これ第2編成がプロスタイプになってて、至る所の車番が変えられちゃってるんで、で、しかもこれ剥げちゃってるんですよ、ここ。そういうのは一応ね、最悪交換はね、したいかなと思います。で、これスライド入ってないんで、電球色のLEDならうち余ってるやつがあるんで、電球色のLEDなら、つけたいかなと思います。いやー、伝わってるね、京阪線形が本当に。いや、まさかさ、まあ、約1年ちょっとか、1年ちょっとでさ、京阪線形2編成迎えると思ってなくて、結構これもいい値段するんですよね、値段的には。2階建て車とかはもうこういう紹介しかないんで、あ、車番が一応変えられてるぐらいしかないんでね。この車番変えられてもね、斜めっちゃってるんで、気になってはいたんですけど。まあ、そうですね、一応適用車番があれば、最悪交換して、やれたんですね。で、問題はこっちなんですよ。行き先がね、快速特急かな、これ多分。快速特急の賢島って何だ、わかんねえんだよ、字が。字が読めないけど、区間空港か。で、こっちも区間空港になってて、中之島行きなんですよ。だから、難点としては、こいつ特急なのに、ダイソー扱いになってるんですよ。これは一応ステッカー効果ありますんで、交換はしたいかなと思いますね。すげえ、もう落としたいじゃん。で、この車間フォローも、一応これ、デフォルトであるんですけど、これもきちんと折れてなくて、ちゃんと全部ついてるんで、状態は良かったんですよ。ボディの傷もないし、そんなに。で、こいつに関しては床下塗られているとかもないし、確か去年買った軽発に